演武開演。どうも、私のズレズレなる日常演武さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらファミリーマートのうなぎ飯おむすびを食べたいと思います。というのも今日はあの日土曜の日ですからね。お手軽に、ね、10月ちょっと怖いのでお手軽に味噌煮られるっていうのがいいですね。おっと開けてみるとちょっと炊き込みご飯っぽい色ですね、うん、ちょっと分かりづらいです。こんな感じです。うん、山椒入りとかあるし、やっぱりうな重をイメージしてるんでしょうか。ではいただきます。お値段しますけど、その分しっかり噛み応えがあるうなぎが入っていて、タレもうまく締められてとても美味しいです。山椒入りとかにも山椒のピリッとした辛さはそんなになくて、誰でも食べやすいようなうなぎでしたね。10だとちょっと多いということであったりだと思いますので、こちらも点数とさせていただきます。美味しかったです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけて嬉しいです。塩で塩、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。